皆さん、こんにちは。追っかけ情報局のリコです。とっても嬉しいお知らせです。なんと、明日8月3日午前10時に、スカイハイさんのサラセニア、ビーファーストのサルビアが一部聞けるようになるということです。どういうことかと言いますと、この2曲は、皆さんご存知の通り、 8月24日木曜日に公開されるアニメハンマバキ地上最強の親子喧嘩編のオープニングテーマソングエンディングテーマソングとして選出されているわけですけれどもこのハンマバキのアニメの PV 第2弾が明日の午前10時に公開されるということでその PV の中でスカイハイさんのサラセニアや b ーファ r ストのサルビアが 流れるということなんです。とっても楽しみですね。私も本当に明日の10時が待ちきれないです。ただ、具体的にどこでどのように聞けるのかというのが今日の告知の中で詳しく書かれていませんでした。 今回のハンマバキのアニメについては、ネットフリックスで放送されますので、ネットフリックス内だけで公開される PV なのかどうかということが焦点になってくるかと思いますけれども、先ほどチェックしてみたところ、ネットフリックスの公式 YouTube に、おそらくこのハンマバキの PV 第1弾だろうなと思われる動画が公開されていますので、ちょっと明確ではないんですが、 この第2弾の PV についても YouTube でも公開される可能性があるんじゃないかなというふうに思っています。明日の朝10時になればわかると思いますので、もし YouTube など無料でご覧いただけるものが見つかれば、この動画の概要欄に明日の朝10時過ぎにリンクを貼りたいと思います。ですので、どこで見られるかわからない方は、 また、明日の朝10時を過ぎて、こちらの動画に戻ってきていただけると、見られるようにしておきたいなというふうに思います。この楽曲がどういうものなのかということが今までほとんど語られてきていないので、楽曲の一部でも聴くことができるというのは、本当に嬉しいし楽しみだなと思います。はい、ということで、今日は明日、ハンマバキのテーマソング、スカイハイさんのサラセニア、 b ー s t のサルビアが一部解禁されるというお話をさせていただきました。どうもありがとうございました。追っかけ情報局リコでした。